さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ安坂です。今日のイカレフ動画はこちらになりますよ。日産のエクストレイルになります。待たれた方も多いと思いますし、もうすでにオーダーした方も多いでしょう。で、今日秩父まで来たんですけれども、これから乗れるのは実は一車種のみです。まあ他にも S グレード、さらには G グレード、そして X グレードですね、 SXG グレードですもんね、エクストレイルはがありますけれども、今回乗るのはもちろん候補者ですので一番上ですよ。もう G グレードで用意されております。まあ、なので、まあ、今後あの撥水シートとかもちょっと見たいのもありますし、ノーマルのファブリックとかどうなんだろうっていうのは、もう S グレードとさらには真ん中の X グレードじゃないとやっぱファブリックは見れないので、でこれ G グレードなので一番上なので、これテイラーフィットがついてると思いきや、これはオプションです。ナッパレザーは G グレードでこれ選ぶことが可能な、このやっぱね、これ開けた瞬間に結構高級感ありますよね。しかも、もうこのステッチとかもすげえこだわってる。上からね、これピッチが違いますもんね、細かさ。で、まあこのあたりももちろん特徴的です。もう内外装は別でテストコースでの動画作ってますので、それをご覧ください。もうフル電動化している。まああの発電機としてエンジンは積んでますけど、もう駆動系は全部電動モーターなので、もう電動車両ですよ。まあなのでこういった真ん中の独創的な、こういう、なんていうんでしょうかね、このブリッジ的な、作りも可能っていう。で、これがナッパレザーになります。さあ、通常だと、これもナッパレザーですね。で、今回ボディ色12色ですけど、そのあたりはカタログ見てもらうのが早いかと思います。で、これはノーマルですね。これ G グレードのノーマルに、で、ついている、これテイラーフィットですね。人の指紋とかよりも目が細かくて、だから肌触りがすごく、なんていうでしょう、滑らかなんですよ。要は指紋の突起に引っかかると、要はザラつきが出てくるじゃないですか。滑らかな肌触りっていうのが特徴の、テイラーフィットが、これ標準設定で、G グレードだとついております。まあ、逆に言えば、X、そして S グレードだと選べないっていう形になりますけれども、なのでもう、S グレード、一番ベーシックな S グレードだともうファブリックのみなんですよ。真ん中の X グレードになるとシートは唯一なんですけど、これもまた撥水シートが選べますので、逆に言えば一番上のこの G グレードになると撥水シートは選べないので、まあそのあたりで、まあグレード選びっていうのも変わってくるかとは思います。まあ改めて、あとこれ、今 G グレードしかないのでわからないですけども、このあたりのシルバー加色とか、これ全部、G グレードだからこそっていう、だから G グレードと通常のグレードで見た目とか迫力も違うので、まあそのあたりちょっと今日はね、本当はそれらがあったら分かりやすかったんですけれども、まあないのでしょうがないですね。早速乗っていきましょうか。の前にもう1台、さあここに用品車もあります。まあせっかくなので、こちらにオーテックもあるんですけど、まあオーテックは今日乗れないので、これ候補車改めてちょっとお借りして、オーテックこの間テストコースで乗ったらすごいフィーリング良かったので、このホイールサイズ唯一20インチですもんね。あ、ホイールサイズはちなみに今日乗るのは、こちら19インチです。はい、ベンチラス S1 エボ3 SUV タイヤですね。を履いております。23555-19インチです。だからこれも G グレードのみが19インチ、他18インチになるので、これ以上の20インチ選ぶためには、もう、あちらオーテックになるっていう形です。ちなみにこれ用品車これ初出しですね。初めて僕も見ました。これアクセントラインですね、シグネチャーラインがこれポジショニングランプと同様に光ってますね。これも結構ね、飛び石とかがボンネットであるとか、そのあたりとかにあのかかるのを結構空気のカーテン作るような形、昔からあるパーツですよね。これちょっとオフロード的な、裏から見ると少しこの浮いてる手が入りそうなね、はい、入りそうなって入るわけですけど、あとこれもなんか当たり前で普通にあるかのようですけど、これもパーツですね。通常だとここ何にもないですよ。ほらほらほら、最初からついててもっていうぐらい、なんかちょっと、はい、まあ似合ってる感じですね。下回りのこのあたりも全部パーツですね。アフターでのこのアクセサリーパーツになります。で、サイドステップとかもあるんですけど、サイドステップはこの車両はついてないですね。あとどれよけもついてます。これもパーツです。で、そのまま行くと横は普通で、後ろもこれついてるパーツですね。なのでまあ購入検討している方とか、まあこんな見た目だよという雰囲気で、掴んでいただくといいかと思います。まああとはまあキャンプやられる方はもうテント立ててしまうと思うんですけど、デイキャンプの方とか、まあこういうのもいいかと思います。で、メーカーがこれをなんでやるんだって、これ結構ね、ラジクールってまあ出始めたばかりというのか、あのすげえ反射率の高いこれ布です。これ面白いですよ。最近僕あの IR カットとか UV カットとかのガラスとかにも結構ね、あのそこに意識向けてこだわってやりますけれども、
このラジクールってこっちの例えばテントをラジクールで作られてるテント、こっち通常のテント、まだ今これね朝で全然日が出てないんですけど、今時点で 27.1 度、こっちはこっちが 26.1 度、あ 0.9 度違う、さっきよりもだんだん日が少し上がってきたぐらいで少し温度差が出てきましたね。そういうちょっと熱を反射するっていう効果の高い、素材で作られた、こういうテントも用意されてますので、ご興味ある方は、それよりも今日はまずは乗っていきましょう。ちょっと普段の走り慣れてる道じゃないのでどこまでつかめるかですけれども、早速試乗行きたいと思います。こちらの車両で僕は試乗です。今日は約1時間ちょっと乗っていきたいと思います。さあ行きましょう。今ですね、走ってはいるんですけれども、やっぱね、わからない、道がわからないと車がわからなくなりがち。いやー今ね、これ平坦なちょっと見た目ではあるんですけど、意外とデコボコしてるんすね。あの人間の目で見た時に、だからこれがねカメラ読み取りの難しいとこなんですよ。人の目で見て意外とありません、あのなんだ今のデコボコっていうか、その入力はみたいな、滑らかに、ここも結構滑らかに見えるんですけど、この今走ってるこの場所、こっからちょっと段差、これはわかる、ここも段差、ここもわかる、ここの路面はわかる、でも意外と滑らかに見えて、特にうねり系がわからないんですよ人の目って。でこれカメラも一緒で、だからカメラの読み取り系って実は何センチ以上じゃないともう全然機能しないよとかっていうのも事実で、いやーだからね、走り慣れてる道を走りたいなっていう、だからもうこの瞬間に僕のいつものインプレッションよりも精度は落ちますので、それはもう先にお伝えしておきます。その中でここすっげー滑らかです、滑らか、乗り味がすっげー滑らか。でもこの滑らかな路面なんですけど、路面が本当に滑らかでこれがあんのか、ちょっと路面って実はうねってるんだけどこれだけ滑らかなのか、これ全然車の能力が変わっちゃうじゃないですか。どのぐらいな路面をどのぐらい吸収してこの車が許容してるのかっていうのがわからん、路面がわからんから、いやー難しいですね。だから本当いつもの道持ってきたい、自分が本当ね隅々まで知ってる道持ってきたい。でも今その中で分かる範囲で言うと、まず車は静かです。これ絶対的、静か、本当静か。今こういう環境、この静かさで走れてるって、エクストレイルがタフギアだっていう前提で乗られてる方とかはびっくりされちゃうと思う。うお、こんな静かなの今って。で今そもそもどこ走ってるんだっていうと、長瀞です。今左側には川が流れていて、これ何川かな、で長瀞から花園インターに向かっております。で長瀞って埼玉秩父ですね、秩父の長瀞ですけれども、渓流下りとか結構盛んだったりして、アウトドア系な方はご存知かと思いますけれど、あハンドル滑らか、いやこれすげえ、これすげえ、ははー、なるほど。これ路面状況とかでうんぬんで乗り心地とかじゃないんで、ハンドル切った時にすげえ、この車。それはすごい。すっごいゆっくりハンドルを切り出すことが、切り出すことができるし、操作がすっごいゆっくりです。こんなに SUV でゆっくりハンドルが操作できるって、結構すごいと思います。これでやろうと思ってもできないんですよね。最近だからマツダのジーベクとか KPC とかね、それ系と一緒の匂いがします。これ車の運転超うまくなります。これ同乗してる人も自然と酔いにくくなります。この車こんなに綺麗に車曲げちゃダメでしょさあまっすぐからハンドルをゆっくり切っていきますっていう時に、このゆっくりで切れる、これ僕の運転がうまいとかじゃないです。これ車の反応です。これちゃんとリアクションなんですよ。リアクションがあるから、これねできないですよ。これ E フォースです。これ E フォースならではです。これはあーなるほど、これテストコースだとわかんないですね。これは本当生きた道じゃないとわからない。テストコースではわからなかった、このことを言ってたんだ。ちょっとこれは今回も前半後半分かれちゃうかな、市場は。しかし
これいいんじゃないですか。今何が起きてるかっていうと、まずボディ剛性すごいしっかり高いです。で、このボディ剛性がこのしっかりとめちゃくちゃ高いのに、この乗り心地の良さがあるっていうことがいいところ。で、乗り心地がどれだけいいかっていう、もうほんと詳細なところはよくわからないです。路面がわからないから、これしょうがない。でも、例えば買った方が、うわ、こんな乗り心地なのかよは、絶対って言ってもいいぐらいないはずです、これ。で、そのぐらいはわかる。でもこれがどのぐらいすげえのか、例えば僕の未来なんてやばいぐらい今乗り心地いいんですよ。ブッシュとかがこなれてきて、で、まあすっげえいいんですけど、その未来と比べたら多分未来の方が上です、乗り心地とかね。まあそういうのは、まあ生きた道だとね、もっともっとはっきり言えると思うんですけど、今のこの環境だけで言うと未来の方がちょっと上かなとか、まあでも SUV でそういう未来と比べるなんか気持ちに今この車の乗り味を、引き合いに出すのに何の車がいいかなって言った時に、僕の中で一番、なんて言うんでしょう、トップランカー出してきたようなもんですよ。未来ほんとそのぐらいいいんですよ。あれやばいと思います、僕の未来。で、僕の未来だけじゃないかもしれないです。あれね、もしかしたらワイドトレッドにしたのも聞いてんのかな。最初ワイドトレッドした時にブルブル感あったんですけど、ブッシュが先にね、ちょっと足回りの負担が増えたからか、ブッシュが先にへたってきたというか、こなれたのかもしれないです。うん、通常の車、未来よりも。そんな感触。おー、ホールドからのスタートもスムーズですね。いいですね、いいですね。で、ハンドルとかの手触りとかも滑らかです。うん。これいただけないな、この小さいペットボトルがゴロンゴロン。これなんかサイズもうちょっとなんかシャコッと落ち着きよくしてもらいたいな。だってエクストレイル、ラフロードも行くでしょ。ラフロード行った時にこの小さいのガタガタ、これやだやだやだ。お、亀の井ホテル、左です。亀の井ホテル行きたいな。まあそんなことはいいとして、まず乗り心地がいい。ハンドリングは、まずボディ剛性が高くて、まあ、で、あ、それで乗り心地に行っちゃったんですね、話が、すいません。で、ボディ剛性良くて、で、しかもこれ、ラック EPS なんですよ。だからラック型の電波に変わって、しかも、そのラックも合付けしてるので、ボディに。だから、どこにも緩みがないんですよ。で、だからそういったところもすごいんですよ。だから、合付けしていて、今もこれ荒れてるんですけど、荒れてる路面を、このぐらいハンドルから振動少なく走れてるっていうこともすごく魅力的。これはね、買った方結構幸せだと思う。これ走り行きたくなる方多いんじゃないですか。なんかどっかちょっと遠出しますのその遠出が苦痛になんないと思う、このハンドルで。マジ車が上手くなったかのように、これはね、スバルのスティフナーとかあれ系をつけてもここまでいかないかもしれないですよ。これすごいと思います。これが e-force ですよ。で、そもそも e-force ってどういう制御なんだっていうのを、 e-force は今ノートオーラとかにも使われてるのも e-force ですし、で、アリアに使われても e-force で、これに使われてるのも e-force。 それで言うとノートの e-force は実はもうはっきり言っちゃうと一世代ちょっと前、バージョンが前っていうのかな、一世代までは違うな。だ、パソコンで言うと、はい、バージョンアップですよと、小変更ですよ、バグ直しですよみたいな、そういうのあるじゃないですか。別にバグが出てたわけじゃないですよ。で、なんかそんなような、ほんのちょっとのバージョン違いですよ。もうそれがノートとこの、ムラーノじゃないや、エクストレイルの間には起きていて、で、アリアももうすでに新しいバージョンなんですけども、アリアとこれはちょっと違います。アリアは、要はモーターとかの力強さとかが e-force 全く違うので、使えるレベルが違うので、で、この e-force の中身を言うと、0.3G までは、これ、もう完全に前後トルク配分、駆動力の要はトルク配分で、だからフロントが330ニュートン、後ろが200ニュートン弱ぐらいのこのモーターを使いながらで、今フロントのモーターのトルク絞れとか、その分リアたくさん出せとか、そういうので、よくアンダーステアって言われてる、基本的に一般車両っていうのはアンダーセッティングですよ。なんか一般車でアンダーステアが強いとか、うんぬんとか、もう基本アンダーステアなんですけど、しょうがないんですよ。で、要はアンダーステアの逆はオーバーステアなんで、リアタイヤが滑っちゃうのがオーバーステア、自分が操作以上に曲がっちゃうっていうのはオーバーステア、そんな車危なっかしくて乗れたもんじゃないじゃないですか。まあだから基本的に車はメカニカル系で、どん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 アンダーステアになるんですけど、アンダーステアっていうものは、どんどん車が曲がらない方向、安定方向の曲がらない方向になるので、気持ちよくなくなるんですよ。だからそれをドライバーが頑張って、
ジャックオーバーとかで走ったりとかあるんですけど、これはこの e-force の原点っていうのは車のメカニカル系の、要はシャージ能力とかそういったので言ったら若干アンダーステアなんだけども、それを制御でもって若干オーバーステアに近いニュートラルステアで走らすっていうのが、まあこの e-force のミソなんですよ。ちょっとね、こういう話、改めて、僕のチャンネル見ていただいている方は今でも見てると思います。最近話長いって言われるから短くいきます。基本的に車は交差点曲がるときも4つのタイヤが滑ってます。これ人間が感じないだけでタイヤ滑らない限り曲がらないので、要は曲がってるっていう時点でもう滑ってるんですよ。スリップアングルってそれを専門用語では言ったりします。このスリップアングルは前のタイヤだけじゃなくて、後ろのタイヤも必ずスリップアングルは生じてるんですよ。要は簡単な話、リアタイヤは車体に対してまっすぐしかついてないじゃないですか。ソーダはないじゃないですか。ハンドル切られてもリアタイヤなんて打がつかないんだから、滑ってなかったら曲がるわけがないじゃないですか。永遠にまっすぐ行くんですよ、車体と一緒で。でもそれをグイ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 滑らしながらねじりながら曲げていくっていうのが車なんですよ。だから必ず滑ってるんですよ。でその時にフロントのタイヤの滑りに対してリアタイヤの方が滑りが大きかったりすると、これ曲がりすぎちゃうじゃないですか。だからよくオーバーステア、フロントタイヤが滑ってんじゃこれアンダーステアってよく言われたりするんですよ。タイヤがいつも絶えず滑ってるんだけども、その滑り具合を調整したいわけですよ。要は操縦安定性で言うと、フロントタイヤとリアタイヤが同じ量同じように曲がってってくれると、結構滑ってんのにニュートラルステアみたいに曲がれるって、気持ちよく曲がれるんですよ、車って。でその滑りをなるべく、例えばどういう風にやったら分かりにくくさせるか、こう不安にさせないかとか、だから交差点曲がるときなんかはもう微量しか滑ってないから、こんなもんはまず普通人は感じないから、まず不安なんてないじゃないですか。でもハイスピードで走ってるときにもその滑り量の量が安定して綺麗にバランスがされてて、しかもそれが少し緩和されて伝わるみたいな形で、気づかないで綺麗に曲がってると、これすげえよく曲がるじゃん、でも外から見ると車すげえ滑ってるじゃんみたいな、そんな感じなんですよ。でまあレーシングカーもこういうセットアップを、そういうのを意図的に自分用に合わせられるので、そういうのを意識しながらセットアップするんですけど、この G-Force っていうのはそれをコントロールしてるんですよ。でそれはドライバーが気づかないレベルです。普通にハンドルを切ったら、わちょっと曲がらないかもっていう基礎セットの中で、前後のトルク配分をコンマ 3G 以下だとほぼパーフェクトに日産が狙ったニュートラルステアっていうものに合わせるべくトルクコントロールするんですよ。これが E-Force の要なんですよ。で 0.3G を超えるものに対しては、もう前後トルク配分だけではリアモーターが200ニュートンぐらいしかないとちょっとそれができにくいので、要はフロントのトルクを落としてリアのトルクをドンと上げましょうとか、そういうトルクコントロールでもって要は調整していくんですけども、 0.3G を超えるレベルになってもまだそのコントロール下に置こうと思うと、もっともっとリアモーターを大きくしないといけないですね。要はフロントモーターと同じぐらいな大きさにしないといけないんですけど、そこまで大きくないじゃないですか。だからもっと言うと、アリアはだからリアモーターも結構大きいじゃないですか。制御できる G が違うんですよ。だからこの車で言うと 0.3G までしかコントロールできないんですけれども、アリアの場合には 0.5G まで理想的な、要は旋回っていうのをコントロールできるんですよ、 E-Force でもって。だから E-Force のしつけの仕方というか味付けがちょっと違うんですよ。で 0.3G を超えるものに関しては、基本的に一生懸命リアのモーターを動かしながらアンダーステア消そうとしたりとかいろいろやるんですけれども、それでも間に合わない、できない、もうちょっと欲しいよっていう時は今度内掛けブレーキを使っていきますっていう形で、だから本当の日産が考える設計時通りの理想の動きが出るっていうのはコンマ 3G 以下、この車はコンマ 3G 以上になると理想に近いところにブレーキ制御も使いながら持ってきますみたいな、そういう状態です。だから逆に言えば 0.3G 以下だったらブレーキ制御も使わないでガンガン行けるんですよ。氷の道とかは別かもしれないですよ。氷の道とかは 0.3G 以下でもタイヤが滑っちゃったりうんぬんすると、まあセンシングしているので、ブレーキ制御も使ったりはしますけれどもっていう、そういう兼ね合いで考えてもらうといいと思います。なので前後のそのね、要は旋回バランスをコントロールしてるんですよ。これが本当ね、すごいところ。よく四輪駆動で前後トルク配分をコントロールできるっていうと、自在だって、ね、運動特性の方々、開発の方々、だから例えば BMW が、僕すごい速かった記憶があるんですけど、 BMW が四輪駆動した時に X ドライブって言って、リア駆動ベースでもって必要に応じてフロントタイヤどんどん駆動させますっていう、だからリア駆動ベースだから、そのコントロール幅が大きかったんですよ。だからあれはすげえ効果的だって。で
ボディ剛性を高めていくと、リアがそんなに勝ってる駆動力じゃなくても、オーバーステアコントロールとかアンダーステアコントロールがもっともっと幅広くできるようになったので、ボディ剛性も高めないといけないし、この駆動力コントロールをより積極的に使ってあげると、なんだろうな、もう自由自在な世界になってきたので、今パフォーマンスカーもみんな四輪駆動になってるじゃないですか。だから昔の四輪駆動と違うんですよ。もっと言っちゃうとね、まあスバルもだからそういう四輪駆動やってますけど、昔の四輪駆動でラリーのシーンを横滑りさせながらガンガンアクセル踏んでっからすげえんだって、四輪駆動の世界じゃないんですよ。実は今やってる四輪駆動の世界っていうのは、もう旋回バランスのコントロールっていうのを、どの速度領域、どういったハードな走りの中でもやろうと思った時には、あ、もうこの方法だよねっていう、だからもう二輪駆動は理論的に四輪駆動にはかなわないんですよ。気持ちよさは別ですよ。よく NA エンジンに対してターボエンジン考えたら、ターボエンジンの方が絶対的に速いじゃないですか。これ当たり前じゃないですか、同じ排気量だったら。でもフィーリングだけで言ったら NA エンジンだよねってあるじゃないですか。それと一緒で、こういった四輪駆動が気持ちいいかどうかとか、また人それぞれの感性にもよるんですけれども、運動性能だけで言ったら、もう四輪駆動のこの前後トルク配分というのが出てきた瞬間に、もう一つ改革、大改革が起きたんですよ、車って。でもそれがガソリン車で使ってるから、なんて言うんだろうな、うまく表現というか分かりやすく表現されてなかったというのかな。でも電気だとそれを超積極的にリアルタイムに瞬間的にどんどんトルク配分コントロールができて、さっきから僕が感じてるように、しかもその微細なところができるんですよ。だからほんのゆっくりのところでもハンドル切った時に、なんかすげー的確に曲がるんだけど、今もそうなんですよ。ここも今ちょっと右に行ってますけど、ほんの少し切るだけでこれでちゃんと曲がるんですけど、このね感じが出るのが電気なんですよ。え？僕だけ興奮してんの？そうですよね。すいません。買われた方は絶対これ僕が言ってる、なんでこんな興奮してんだは、わかると思う。この落ち着き。この落ち着いてるだけじゃなくて、落ち着いてるところから、ほんのちょっとハンドルを操作しただけで、すげえ反応とともによく曲がる。よく曲がるっていう反応、表現がおかしいな。センターの緩みがないんすよ、これ。マジすげえんすよ、これ。すごいっす。はい。いや、これだけで一本なんか動画作れちゃいそうだな。これマニアック動画かな。まあ何にせよ乗り心地がいいし、うん、このハンドリングはすごいです、E フォース。じゃあこっからですよ、本ちゃんの試乗。ちょっとこれから高速道路も行くので、まあ行きましょう。しかしね、ほんと車滑らかです。滑らか。もうこの時点で一般道を走ってて、お買い物車としてこの車を使いますっていう方にとってもすごくいいと思います、これは。日頃の運転が疲れにくい、同乗者が酔いにくい、で静かで上質、滑らか、こういう停止からの動き出しもいい。これマジ結構いい車。これで何？390万ぐらい？ 400 万弱でしょ？これ全然お買い得。すげえお買い得です、これ。電気の世界はいろいろ破壊していきますね。電気だと何ができるのかっていうところとかを知っとかないと、今後の車選び、なんて言うんだろうな、見誤るかな。電気はマジすげえと思います。だからガソリンでもやってたことなんだけど、前後トルク配分なんて。でもそれとは違うんですよ。もっと言うと、フロントのハンドルとかも号付けできるとかも、ガソリン車だとね、多分号付けできないと思うんだよな。その号付けするフレームの考え方も変わるので、要はフロントに大穴が開いてるじゃないですか。エンジンルーム、要はモータールームみたいな形。まあこれはエンジンも積んでるので、でもエンジンは発電機としてしか使わないから、もうそのエンジンのその振動だけを吸収することだけを考えて、ブッシュを使って乗せればいいだけなんで、エンジンは吊り下げでもいいですし、一つの合体にしないといけないみたいな考え方も全然ないですし、振動の伝わり具合をなんか意識しないといけないもないですし、そうなんですよ。やべえ、これどっち行くんだ？うわ、わかんない。東京よりなんとなく新潟行きましょう。ゴミ家の発祥というか、ゴミ家長野とか新潟多いんで、はい、行きましょう。やべえ、このランプウェイすげえ気持ちいい。この、マジ気持ちいいんだけど、ほんと、これ、ほんと買われた方、これだけやだ。このガタゴトやだ。幸せになる、これ。
芯は硬いです。結構ボディとしては結構硬いんですけど、足回りも結構よく動いてますね。足回りもよく動いてるし、その時の空洞共鳴音であるとか高周波帯の音にもこれ対応してます。これ音すっげーやってますね。全部の周波数帯に対して結構効くように、相当音とは戦ったと思います。この車が戦ったっていうよりも、なんとなく直感的にはアリアが戦ったんだと思います。アリアで戦った静粛性対策とかのなんかノウハウとか、いやここを収めたらこの音消せるよ、この周波数帯を収めるにはここが的確だよとか、それがねすごくデータリングされてるんだと思います。この音のコントロールはお見事だと思います。高速道路乗ってこれは、ちょっとここから先は帰りバインディングも少し走りながら行きたいと思うので、後編行きましょう。前半はここで締めたいと思います。ありがとうございました。後編もご覧ください。何せよすごいいいですね今のところ。これめちゃくちゃいいです。失礼いたします。イカレフォー。